こんにちは。Cisco でエンジニアをしております、たけしです。ACI 動画解説シリーズということで、ACI の基本の機からご紹介しています。前回の動画では、ACI の初期セットアップについてご紹介しました。今回はその次に行う手順として、ファブリックディスカバリーについてご紹介します。ACI では LLDP を使用して、自動でスイッチを検出し、簡単にファブリックを構築することができます。 その機能をファブリックディスカバリーと呼んでいます。今回の動画ではファブリックディスカバリーを実行して各スイッチを APIC の管理下に追加する方法についてご紹介します。ファブリックディスカバリーの実際の流れについて説明する前に、まずは ACI Fabric の内部で動作している ISIS IS や MPBGP といった各プロトコルの役割についてご説明します。APIC は LLDP によりスイッチを自動的に検出し、DHCP を使用してテップアドレスの割り当てを行います。このような内部通信はインフラ VLAN を経由して行われます。テッププールやインフラ VLAN は APIC の初期セットアップ時に設定したものが使用されます。また ACI ではアンダーレイのルーティングプロトコルとして ISIS IS を自動で設定します。 ISIS IS は VTEP が他の VTEP を学習するために使用されます。VTEP はトラフィックを VXLAN でカプセル化およびカプセル化解除するポイントになります。送信元リーフの VTEP で送信元エンドポイントから受信したオリジナルのトラフィックに v x n のヘッダーをつけてカプセル化します。送信先リーフの VTEP ではカプセル化を解除して宛先エンドポイントに送信します。 また、ルーターなどのネットワーク機器を介して ACI を外部ネットワークと接続する場合、ACI は MPBGP を使用して外部ルートを ACI の内部に再配布します。この時、スパインを BGP ルートリフレクタとして使用して、ルート情報を伝播させることができます。後からスパインやリーフの増設を行った場合、 ACI は自動的にテップアドレスの割り当てや ISIS IS などの設定を行いますので、ユーザーが手動で設定する必要はありませんが、ACI の内部でこのようなプロトコルが動作しているということを覚えておいていただければと思います。それでは実際ファブリックディスカバリーを実施してみたいと思います。今回は 4.27L のシュミュレーターを使用しています。 まずシステムタブのクイックスタートを開きます。ファーストタイムセットアップオブザ ACI ファブリックをクリックして、ファブリックメンバーシップの Begin をクリックします。ディスカバードのところにリーフが1台見えています。a ピックに隣接しているリーフから順番に検出されます。 シミュレーターを使用しているため、シリアルナンバーに t e p 1101という値が入っていますが、実際の環境ではスイッチのシリアル番号が表示されます。レジスターというボタンをクリックすると、このようなポップアップが表示されますので、適切なノード ID とノードネームを入力します。 すると、レジスタリングのステータスに変わりますので、少し待ちます。はい、先ほど、レジスターを実行したリーフが、レジスタードの欄に移って、ステータスがアクティブになりました。IP のところには、テッププールから払い出されたテップアドレスが設定されているのが確認できます。ディスカバードには、先ほどのリーフの先に接続されているスパインが検出され、表示されています。 先ほどと同様にノード ID などの設定をしていきます。この作業を繰り返して全部のスイッチを登録していきます。はい、えー、無事に3台分の登録が完了しましたので、えー、これで画面を閉じていきます。 登録したスイッチは、ファブリックタブのインベントリーから確認することができます。ポットを選択して、えー、右ペインでトポロジーを選択すると、物理トポロジーを確認することもできます、はい。以上でファブリックディスカバリーは完了です。今回の動画は以上になります。もっと詳しく知りたいという方は、シスコカスタマーサクセスが提供する ATXACC をぜひご活用ください。詳細は概要欄に記載しています。今回の動画が少しでも参考になりましたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。